たまたま言っていただく、ご足労いただいた。何がですか。いや、まあ、産業廃棄物みたいな。産業廃棄物。エコエイトとかね、運んでもらう本来は。多くのものはエコエイトでそのままこうね、埋め立て地に送り込まれた。え、そうなんだ。大体そうです。映画の撮影で終わったものってもう産廃ですから。もったいないですね。オークションとかで売れそうなのに。でもね、やっぱ本当会社もね、やっぱ倉庫代ってバカにならないらしいんでね。素敵な町蒲田でございます。あー、先ほど見て、まあ、しょうがないですね。しょうがない。そしてもうまた進展がどんどん今でき始めてるわけです。本当だ。蒲田ステーキ酒場、蒲田とステーキという大好物が2つ組み合わさ確かに川田すごいな、やっぱオーラある。ファイナルフロンティアです。なんでフロンティアなんですか。でも酒飲みとして、ね、あ、酔っ払いのね。ここもね、見てください。ペラペラ焼きと川崎食いのみ。川崎食いってなんだ。野毛の名店がついに川崎食いです。お、なんか近代的な建物が、うん、あれか。ありがとうございます。これで片柳学園、日本工学院、東京工科大学。すごい。こちらにある。なぜここが、なぜここで。まあ、まあ、そういう方、使いやすいホールなんじゃないですかね。なるほど。あ、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりね、僕、基本的に僕は自分の作ったものを褒めたりとか、そういうことしたくないタイプの人間であることをよくご存知です。はい。小松左京先生のやつ、自作のやつは一切触れずに、うんうん、あれはすごい話でしたね、よく考えたらね。他人のふんどしだけで相撲を取る男としてですね、まあ、今回もそれはついにですね、まあ、たまたまなんですけど、全然だって自分のじゃないですか。まあ、そう自分で書いてあるんですよ。自分で平成ガメラの衝撃って書いてある。自分じゃないです客観的にね、こう言っていただけるまあ、こういうものをやらせていただいて、やって既得な方がいるもんで、まあそれを今日ちょっと見ていこうかなと。見てますよ、平成ガメラ。もちろん見てます。もちろん見てます。はい。見ていただけて。じゃあ参りますか。まあこのようにですね。まあ、物販コーナーまだ今日特別に開けていただいておりますが、じゃあこれが、あ、CM 用の。ね、そうですね。ほとんど型はね、昔の型で撮ってるんで、ほぼ同じ。すごい。甲羅の膨らみ方がちょっと違う、うん、ボッコリはしないですが、まあ大体形としては同じですね。なるほどね。まあ、ガメラの中の人というのは意外とその福の神というかですね、ほうほう、ラック強い運に彩られてて、1本目のガメラの中に入ってたのは真鍋くんですね。もともと佐藤浩市さんの付き人をやってた。まあ付き人やりながら役、まあ、大体ね、役者って大体そのなんだろうな、ある程度名を成す前と必ずこう誰かの付き人とか運転手をやってる、うん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 、ね、松尾悟だって昔はあれですから、ね、ああ、なんかその話がありましたね。ファッションモデルグループですかね。まあそれはいいや。で、まあ、そんな佐藤浩市君の付き人をやっていた真鍋君、まあ、画面一般目の画面だと、まあ、見てるとちっちゃい。どっから入るんですかこれ。背中です。あ、この甲羅が外れる。甲羅がベリベリと外れて、縦一列が外れて、それの中入る。なるほどなるほど。まあそんな感じなんですけど、まあそのセットが小さかったんで、うん、なるべく背をちっちゃくしてる。これ覗き穴とかどこにあるんですか。この辺です。あ、そんな全然見えないですね。まあで、なるべく背の低い人って、背の低い人オーディションみたいな人、へぇー、真鍋君と背が低くてよかった、いい男なんだけど、まあ、まあ、ちょっと背が小さい。うん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 。で、彼を使って、まあ着ぐるみを作って、うんうんうん、まあ、その後、彼はですね、そのまま佐藤浩市さんのことを離れ、ホリプロに行き、
和田アキ子さんのマネージャーになり、和田アキ子さんのマネージャーになったってどういうことかというとですね、和田アキ子さんになったとか、ホリプロを支える人間に将来なるという、そんな、うん、嘱望されたわけです。そんな、ほう、いろいろ顔がありますが、それぞれの時代の顔でございますね。それぞれの時代というと、カメラの一作目だけでこんだけ頭を作ってた。その度その度に、あの、まあ、なんでかというと、ガメラの1本目で作った着ぐるみの体というのは日本2作目でも使ってるんで、あ、メカか、ええ、ほう、これも首だけ萌えでその後に使ったっていう、ああ、本当はじゃあ体もあったんですか。いや、あれ、体はあったけど、体は2作目にも使うんで、2作目は頭がちっちゃくなるんで、あ、なるほど、それに合わせて、ね、別にしたと。へえ、こんなに、これどこに置いてあったんですか今まで。これは団員の像だったりですね、 あと個人像だったりとか。あ、なるほど、ね、回転ジェット検討用コーラ、こちら結局もう、ラテックスというですね、まあ、ゴムでできてる、うん、ゴムやっぱりもう20年以上前なんで、どんどんボロボロにこう溶けて腐っていくという、これは止めることができない。あ、そうなんだ。今のうちで、ほう、曲がたまね、マペットといって、まあ、手を入れてこう首を動かすという、はあ、こういうふうに、ああ、こっちはこの手の動きはあんまない、ね、手はだから別にこう、なんすか、こう下でこうロッドで動かすぐらいの、へえ、まあ、遠い昔のね、若気の至りでございますよ。すごいな。私ですもんね、久々に見るもんでございます。え、そうなの、昨日来てたんじゃないんですか。まあ、そう言っちゃうと、それを言ってしまえばそれまでですよ。昨日までは本当に久しぶりにこれを見て、なるほど、見なくていいやと自分が思ってた。意外と見るとね、こんな目あったなと。おお、これなんか影がいいですね、中ね、なかなか1本目は可愛い、うん、こうね、やっぱガメラの足の部分がどうにかなって、 Z っぽいものが出てくるのにすげえ度肝抜かれましたね、うん、まあ、これ昔からそう、昔火ですからね。あ、そうなんだ。昔からね、1本目は、まあ、生物兵器として、え、これ使ったんですか。そうですよ、もう、はぁ、絶対分かんない、全然違う。あ、この、あ、これ8個か、樋口薬局が、この辺のね、ミニチュアを作ってる佐賀谷くんというのは惜しくも去年亡くなっちゃった、ね、そうなんですね。フィギュア王だったんですよ。フィギュア王、テレビ東京テレビチャンピオン、ああ、なるほど、やってる。それでテレビチャンピオンも、まあ結構やっぱね、賞取れる人活躍しますよね。チャンピオンですからね。そしてツンになりまして、レギオン、やっぱ頭がだいぶ小さい、うん、これなんで小さくなったんですか。やっぱ話のなんか物語的に小さい方がいいんじゃないかな。おお、出ました、レギオン。なんかだからこの辺からちょっとなんかちょっと昔の怪獣と違いますよね。あ、そうですか。本当になんかこうなんか 骨ばっかり怪獣みたいなあんまいなくないですか。ね、昔からシーボーズとかね、あ、ダイエーのね、怪獣なんかバルガのバイラスとか、ね、でもどこが手なのか分かんないもん、ね、手ないじゃないですか。いやいや、そうそう、虫手ないじゃないですか。あ、でこれ虫でもないですよね、うん、あ、虫なのか、一応虫やカニやそういう甲殻類でも、ね、あ、じゃあ焼いたら意外と美味しい、美味しいと思いますね。ウルティメイトプラズマ仕様って何ですか。でこれお腹が開いてそこにこうね、ドーンと、あ、ドロフみたいに出てくるやつです、ね、なるほど、まあ、まあ生物兵器だもんな、ね、
あ、すすきのですね。こう中本慎一さんが出てたことでおなじみの、ね、ん、中本慎一さんっていう、ね、あのハドソンの、ね、当時常務やってた、ね、もう日本のコンシューマーゲームの、ね、もうほぼ最初の人です。ハドソン、そうそう、やらなきゃハドソン、やらなきゃ、やったらそやって損すみたいな。あ、これはさらにちっちゃくなったんですね。でこれが2の時の体は一緒なんです。へえ、あれさっき尻尾、あ、尻尾あるか昔から、ね、あ、画面の尻尾ほとんど映らない。なるほど、尻尾なんかほとんどないんですね。でも結構尻尾自体は長いです ね、 ね、ちょっとね、画面の2は、ね、そのすすきののシーンで、ね、テレビ記者やってるのが中本慎一さんなんですよ、ね、あ、そうなんですか。そう、テレビ記者をやってる、テレビの記者をやってる。そんで、もう僕はずっとその話を羨ましくて、ね、俺もいつか樋口作品出してもらおうと思ってずっとチャンスを狙ってた、ね、あとなんか遠藤さんって言ってたんですよ、アスキーの、はいはいはい、遠藤さんもガメラ出てるんですよ、ガメラ1に出てるんですよ。ただ出てるって言われても何十回見てもどこか、これね、実はあれなんですよ、本当もう噴射そのものの煙はね、うん、外から出してるんじゃないの。だからね、なんかここになんかこの噴霧器みたいなのありますけど、なんかこの銀の、あ、これ光るだけか。これはハロゲン球です。あ、なるほど。で、上についてるプロポット、あれスイッチのオンオフだけなんですね。あ、サーボ、あ、そうなんですね。何のスイッチですか。多分電球のスイッチ。あ、そうなんだ。へえ、意外とね、ラジコン使ってる割にね、なんかできるかっていうと、ミカニカルシオ。こっちはね、あれなんですよ、フロンガスというですね、うんうん、あれですよ、オゾン層破壊する、はいはいはい、禁止になっちゃったら今や使えない、うん、まあ、非常にね、煙の切れとかがいい。なるほど、それを使ったやつなんですけど、ね、半導体 あの洗浄にもよく使われる。あれ、これなんかレディオってこんな形ですよ。これちっちゃい子供の方、ね、あ、ソルジャーレディオ、うん、もうこの頃が前田真宏さんなんですね。そうですよ、ずっとそうですよ。ちょっと可愛いですね。ポーズがちょっとおしっこ我慢してる、うん、ちょっと 手っぽいし、うん、まあ、一つ目だと怪獣っぽく見える、うん、一つ目とかやっぱこう単価がね、心が通わない感じというかね、うん、確かに、ね、違う生き物。おお、これはミニチュアの方で使うよ。なるほど、なるほど。その色が綺麗だな、普通に。濃いですね。この色綺麗だな。なかなかあのアマゾンとかにいそうな感じ、ね。この間福岡で見たあの、ジブリ展も思いました、はい。ああ、そうですね。え、これから CG を起こすんですか、ここから。え、なんか CG 制作用参考も出てくる。あ、これだから飛んでる状態のやつはこれを参考にしてやる。へぇ、 CG を最初から作るよりもこれを作る方が早いんですか、うん、あの頃で、今何そうですよね、やっぱなんか CG でやるとね、答えが見つからないんです。結局モニターの中でいじってるだけで、立体として本当にいいのかどうかって、やっぱりもう手に持てるもんでないとやっぱりね、いまだにダメですよね。そうなんだ、ね、面白い。いや、なんかほら、ピクサー展でもなんか、物から作ってたじゃないですか。あんな明らか CG で作った方が早そうなキャラクター。いや、早いんですけど、そうすると結局、なんだろう、なんか、欠点が見えづらいんですよ、やっぱり CG。で、実際動かした時に、欠点が見えちゃう。なるほどね。3になって、まあ、巨大化する。でっか。確かに、でっか。2に入ってたのが大橋君という、うんうん、今やアクション監督、結局彼はそのもう1本目がその和田アキ子のマネージャーからそのプリプロのチーフマネージャーにまで上り詰めた男、うんうん、そして2本目がアクション監督になり、で3本目もですね、福沢君って入って、まあ、今度は大きい人に入ってもらう、うんうんうん、大きい人入ったら今度は福沢君はですね、もともと東映の戦隊ものとかでレッドをやってた。でレッドをやりながら今やもう結局東映の戦隊のもうアクション監督ですから、まあ、どんどん出世して、そう、みんなね、ガメラの中に入った人は出世するというあやかりたいもんだな、服の感じ、ね、
これ1分の1作りましたからね、これとか。え、これ、これを元に。すごい、でもよく撮ってましたね。あ、これも竹谷さんが、これだけ竹谷さん作ってもらった。すごっ。でも実物大作んなきゃいけないんです。前田愛ちゃんが入ってたやつ、そうですね。すごい、これだけで売れそうですけどね、うん、これ最初行方不明だったんですけど、ないとか、そしたらダイエーの倉庫の中で見つかったっていう結局こうやったの、うん、お前がエイリアン的な、うん、動きをする。しかし僕唯一不満なのは、なんで人型になっちゃったんですか、これは。え、人のあれで人の遺伝子を取り込む。ああ、そうか、ビオランテだからか。そうですよ、俺ならこうするでビオランテって感じです、ね、なるほど。確かにビオランテが人じゃなさすぎるんだよね、うん、バラすぎる。デッドリースポーンみたいな、ね、なるほど。まあかっこいいって、こっちの方がかっこいいかなんかこうもうあっち、あれがちょっとなんかこうずんぐりむっくり見えちゃう。どっちですか。あっちがガメラが、うん、こっちの方がなんかいいものっぽく見えちゃう。それもあります。ちょっと色っぽく。そうそう、 色が赤いとか、ね、まあ、あっちが緑なんで、宇宙というか水曜なんですよ、ね、あ、まあ、なんかこう宇宙から来た感じがして、ね、これとも一つ目ですからね、一番。あ、うん、なんか、まあ、今見ると、トップを狙う宇宙怪獣っぽいですね。ガンバスターじゃないですか、これ。ガンバスターもにも。まるでガンバスターですからね。まるで。実はパーツの。うん、確かに。パーツ合成はガンバスターと同じって。まあ、ガンバスターはそもそもこういう形のものだしね。ガンバスターがそもそも宇宙ギャオスから始まってるんで。あ、そうなんだ。ね、ギャオスの頭っぽくしようと。なるほど。だからなんかどっか懐かしい感じがする。まあそうですね。もうあの頃のちょっと懐かしめかみたいな感じ。いろんな生物をどんどんこう取り込んでったっていうのがこう朝日そのまま怪獣シリーズ。そのシートですよ。ああ。で、あのなんか安いビニールでできたレコードみたいな。薄いやつですね。うん、ギリギリでそのシートがついてきた記憶はあるんだけど。だからこいつはね。何これ、バイラス。ここが頭ですか。そうです、ね、あ、これ今画面、あ、刺してる、イカ的なやつ、なるほどね。こいつは刃物ですからね。ちょっとひどい、包丁に目がこれひどい、ひどいっていうか、まあ、うん、ひどいですね。まあこういう大英の怪獣ってこういうちょっとなんかプリミティブな魅力。なるほど。そういうところもちょっとね、まあ、もう魚だなっていうの、ミツクリザメだなという。うん、でも基本的には宇宙から全部みんなね、あ、スターウォーズっぽいじゃないですか。そうですね、スターウォーズブームの頃にまた作った。とんでなんかもうわけわかんない。スーパーマンも入ってますよね。スーパーガールですね、こっちは。まあ、マッハ文明ですから。うん、すごいですね、いろいろすごいですね。うん、なんかいいね、これもいいですよ。これをだから書いてる人の気持ちとか想像したくなりましたね。やっぱこう包丁だぞみたいな。誰か言われて書いてるのかな。包丁にしろみたいな。でもこうやってちょっと包丁感ないですね。出来上がりの方がはるかに包丁なんですよ。これ完全に包丁ですね。宇宙人もいいところ。うん。キルティングみたいな。うん。スーパー手裏剣っていうのまた、あります。手裏剣はこめかみについてます。なんて自分も刃物なのに。こっから、ね、手裏剣が出るんですよ。なぜ？まあなぜ？なぜとかなぜを言ったら全てがなぜですからね。うん、なんか結構ダイナミックな攻撃してるな、これ。これガメラなのかな、ガメラじゃないか。あ、これがバルゴンだ。バルゴンというですね、まあ、下ベロの先っちょが硬くて大英怪獣らしさというか、下が伸びちゃう。いや、この絵が素晴らしい。少年たちの、ね、
いじり立ってる感じがですね。これはいわゆるイメージボードですか？いや違います、これは多分絵本かな、絵本とか紙芝居とか、そういう絵本じゃないですか、この駒の割りでいくと。いじり立ってますからね。なるほど。こうしてみるとなんか映画のダイジェストとしてこの手のまとめ方は結構ありかもしれない、意外といいこういうのでどんどん説明するみたいな、なんかこんなになりました、最初怪獣絵巻みたいな、まあ、こんなんで育っちゃうとろくなもんにはならないわけですよ。ちなみにここにあるこれが映画館の前に貼り出されてるわけですよ。あ、当時ロビーカードといって見る前に分かっちゃう、次回この映画やりますよみたいな、見る、ああそういうことか、予告編的な、まあ、あとね、あの見る前にね、今これやってますって貼られてるんですよ、これが、映画館の前に、なんですけど、こんな場面一つもないんですあ、こういうのとかこういうのもないんです、こんなのもないんですよ。え、ないんですか？ないです、イメージボードですらない、ではない。じゃあ誤解を恐れず言うならばもう詐欺ですよ、ね、ペテンですね。え、じゃあ大阪城の上で、大阪の上空でこうとかならないんですか？ならないです。え、ならないの？のそのそいるだけですひどい。これはこれぐらいです。これはだってまんまでしょ。まんまです。すごいな、そんなことが許されたんだ。それでもうわすげえこれと、もうこんなのないんですよ。こんな霞が関ビルにぶっ刺してるみたいな見たいじゃないですか、こういうのないんですよこれはあって、これ大村コンサもある。うん、そうなんだ。ほとんどない。でこの蜂みたいな円盤も怖いわけです。うん、これもないです、ね、こんな場面。一応、ね、あの場面としてはあるんですよ、ヘリコプター。ただこういう絵ではないと。こういう絵ではない、こんなダイナミックな。でこれもこれもないです。これ超かっこいい、ね、かっこいいですね、一緒に飛んでたら、ないですね悲しい。想像力すごすぎて、もう、どういう発注で書かせるんですかね、これ。だからもう売れるようにしてくれとか、これもないですからね、この辺も全然壊さないですから、ね、え、これないないです残念ながらございません。で逆に言うと、じゃこれは写真にひびを書いただけ、フォトコラージュ、今で言うとフォトショ仕事です。なるほど、まあ、逆に言うと昔のフォトショ職人みたいな、まあ、むしろよくぞここまで描いたなっていう、想像力だけで、だって映画多分出来上がってないの。樋口真嗣さんのインタビュー、あ、すいませんまあこういうのもやってますと、うん、俺じゃねえ、これもいい、これも最高です。岡本太郎デザインの宇宙人、あ、これがエヴァの元ネタじゃないですか、はい、確かに。これもね、こんな場面ないですね。ない。東京駅には来ないの。ない。こんな大きくない。これ見て子供の頃も僕どんな映画なんだろう。あ、これが実はシン・ゴジラのインスピレーションだったかもしれない。かもしれない。あれ、あの場面が見たかったのにみたいな。なるほど。これも非常にいい場面なんですよね。これもよくこんなの作りましたね。もう俺はもうダメなんだよ。照明技師の林さんと一緒です。普通こういうところはちゃんと手をかけて作るんですけど、林さん照明部だから足場が完璧なんですよ確かに照明やばい、ね、照明機材本物なんですよ。なんか一番メインのところが一番適当に書かれてるんですよ、ね、そうそう、ここが一番なんかよくわからない感じになって、その周りがすごい本当に確かに。で多分これ本当のライティングと同じようにやってますから、ね、ああなるほどね。こういうのこそ普通我々適当にやっちゃうんですけど、前、さんのこっちが本物、プロだから、面白い。大魔神、大魔神は比較的ねあるんです。こういうシーン出てくるんですか？あります、へえ、10回みたいなのあります、ね、すごいな。怖くて、これはこのスチールが特に、これが、走ってんじゃねえかみたいな大魔神走るみたいな、大魔神走ったら怖いですね、これ走ってんじゃんこれみたいな思ったらこう走ってはいなかった、走ったら成り立たないでしょうね
なんかこう子供の頃はなんか大魔神っていうのがあるんだって言われて、ふーんって思ってたんだけど、今冷静に考えるとなんでこれ企画したのって感じですね。これだから大英っていうのは昔東京と京都にあって、東京がガメラ、うんうん、京都と時代劇、本格的な時代劇をずっとやってて、三角形素晴らしい作品いっぱいありますよ。時代劇のプラットフォームでそういう怪獣ものをやるんであればどうなのっていうので生まれたのがこのね、大魔神。はあ、これは？これはまあ綿の雲でこうやってほら、うん、確かにライティングによって本当に雲っぽく見ますね。いや、これですよ。いや、だから分かりますけど、いや、すごい、こういうふうに見える。これも入ってる、はい、あとあっちから入ればね。おお、一本目とかこうやって綿の雲でやってたわけですよ、全部。なるほどね。それが3本目になると全部 CG になっちゃったという。でも全然この近くで見るとすげえチープなのに、画面で見るとめっちゃリアルになる。それがね、こういうのすごいと思う。不思議。近くで見るとなんでここ持っちゃったのとかさ。はあ、あのピアノ線でこう、そう、ちょっとだけ浮いてる感じとかね。こんなのあったね。ワーニングフロムスペースですよ。うん、かっこいい。なんとかフロムスペース多いですよね。魔法の面前。魔法の面。なんかちょいちょい違う。どこが魔法なのかよくわからない。これはしかしなんかあれじゃないですか。連日大盛況じゃないですか。お客さんが始まる前な。そうですね。お客さんいるとね、これ取りづらいですからね。いやまさにあの。子供の頃映画館で見た、もう大学生だったかな。大学生、うん、そんなの25年前ですね。そうか、大学生の頃に映画館で見たものがこう今まさにここでみたいな。あれ物販コーナーもちょっと、ね、物販こういうね、あ、うん、2冊買えてみたいないか。おー、これいましたよ。えいましたよ。いましたよ、ほら。ちょっと欲しいけど、いやこれと絶対邪魔になるんで。すごいな。お人さん1点まで。え、5500円もするんですか。そうですよ、これもう希少品ですね。確かに。あの議論、うん、ブルーレイ、ブルーレイ、あ、出てますよ。ブルーレイ、あれ、ガメラ完売じゃないですか。本当だ。え、なんで一番面白い3がまだ残ってるから。安いな、しかも。いや、これ DVD ですよ。あ、うん、あ、ブルーレイか。ブルーレイ、あ、ガメラ全部完売ですね。やっぱ去年あの平成特撮の夜明けが出たからですかね。あ、これもいいですね。これもう元ネタが分かんないから、なんか大魔神、もう映画を見れば分かります。名場面です。なんか倒すみたいな、もう売れちゃってますね。売れちゃった。はあ。これ1ですか。2ですね。2なんだ。あ、じゃあこれ中本慎一が、中本慎一が出てくるはずの、全然わかんないな、どこに出てくる。絶対わかんない。いや、でも中本さん俺ちゃんと確認したんですよ、いることを。おう、え、これも売ってる、海洋島か。2000円。ガレージ、うん、まあでも10万円だとすると意外と安いですね。え、これです。10万円だとすると、あ、これね、うん、重たいんですよ、これは、うん、これなんかあのアメコミとかのヒーローを出してる会社が作ってる。へえ、プライムスタジオ、マーベルものとかやってる、うん、なるほど、まあ、こんな感じでございます。